まるっとカリッとサクサク、こんばんは。はい、どんぺんちゃんタオルです。はい、今日はですね、ちょっと大阪に行って帰ってきて、今はお風呂上がって、なんか髪の毛こう作るっていうのはある、髪の毛乾かすのやってなかったなと思って、髪の毛を乾かしたいと思います。そして今本当にこうすっぴんなんですけど、最近さ、ここのクマだったりさ、ちょっとここら辺のシミができてきたね。まあもうちょっとさ、39だからまあしょうがないんですけど、でも少しは食い止めたいなと思ってます。でも化粧水はなんかいろいろ使わせてもらってるんですけど、今日はですね、化粧水をまずつけるというよりかは、じゃん、ミラリモアカームダウンフェイシャルトリートメントマスク。これはですね、ホリプロのカン・ハンナちゃんという、私マネージャーさん同じなんですけど、その韓国出身のカン・ハンナちゃんが作られているこのパックなんですよ。でもこれは本当にすっごい、もうね、肌一枚めくれるぐらいいいね。うん、であとまあいろんな人がつけてるってのその評価もすごいいいし、そうですね、何よりもあとパッケージとかも可愛いのよ。じゃん、ほら、そうなので、私もあんまりね、普段そうパックとかはしないんですけど、このはなちゃんからいただいたこのマスクをつけて今日はやってみたいと思います。はい、わ、すごい、マスク汁がめっちゃ出る。あ、もうね、中のね、もうわかるかな、ひたひたになってるのわかるかな、すごい、ここら辺とか。まあそう、それですごいねっとりなんだけど、ベタベタしてる感じでもなくて、で、なんか匂いが、これカモミール？なんなんだろう、なんかアロマ系の匂いするんですよ。これすっごい、ミント？いや違うな。これちょっと待って、これわかんない。どんな、何の匂いだろうこれ。ちょっとわかんないですけど、でもすごいいい香り。ヒノキ？違うかな。ヒノキ風呂の匂いするんだけど。はい、じゃあこれをつけていきたいと思います。まだこれ中に入ってるんで、後でこれは体に伸ばしたいと思います。パックはね、普段はね、私っていうよりか本並さんがめっちゃパックするんですよ。だから顔がほんとツルツルで、もう四捨五入したら60歳なんですけど、四捨五入したらね、今57歳か、次の誕生日で58歳なんですけど、あの肌はね、あんまりあの年ではいないと思います。初めて見たぐらい。はい、で結構大判です。ピタ。キュー、気持ちいい。すごい大きいんで、結構顔がちっちゃい人はもちろんですけど、顔がデカめな、こう私みたいな人でも、もう余っちゃうぐらい。で、ピタッと全部くっつくんで、わー気持ちいい。見て、これはこう手に塗ったりとか首に塗ったりとかして、いきます。で、これであんまパックってね、もうつけすぎてると良くないから、多分5分とか10分ぐらいで取るんですけど、その時に髪の毛を乾かしたいと思います。でね、この前ね、ザックに行って、久しぶりにザック行って染めてきたんですよ。なかなか最近ほんと美容院行けなくて、そうだから行ってきて、でもそれででもいつもね、2時間ぐらいで髪の毛染めて、なんかトリートメントやってとかいろいろやってくれるんですけど、ちょっとゆっくりまた髪質改善っていうのを やりたいんですよ。髪がやっぱりこんだけブリーチしてて、で私の髪の毛さ見るとさ、頭皮がもう、自分の頭皮が痛いみたいな人がいて、ツイッターで、でその人たちにもまあ返信はしてるんですけど、でもこれ何回染めるのってよく言われるんですけど、私1回なんですよ、リタッチだから。このところを1回染めるだけ、本当にここのところだけだから、まあそれで色が結構変わってきちゃうんだけど、でもそれが一番やっぱりこう傷まないのには、それが一番いいかなと思ってます。そう、最近なんか YouTube 全然更新できなくてですね、もちろん収録も多いんですけど、地方に行くのも多くて、そうだからなかなか家にいる時間が本当にないんで、なかなかごめんなさいね。 YouTube 合間合間で撮りたいんですけどね。そうですね、コンスタントにやっぱ載せれるようにしたいなと思うと、いろいろこうお菓子とかドンキのおすすめのものを見たいとか、いろいろ言ってくれたりとか、そうですね、あとワンちゃん系もあるし、
そう、あとはなんか自分が病気でそのデートに行けないので、なんか本並さんと私がこうデートしてるようなところも見てデート気分になりたいですっていう方もいて、そうですね、だからいろんな意見をいただいて、これからも少しずつやっていきたいなと思ってます。そうだよ、あと妊活も頑張んなきゃなんですけどね。でね、妊活をね頑張ろうとかって言ったら、なんかなんでそんな妊活頑張ろうとかって言うんですかみたいな、そんなことわざわざ言わなくてもいいんじゃないですかみたいな意見もあって、まあ人それぞれなんで、そうそう、ただ妊活こう頑張ろうっていうので一緒に頑張ろうっていう人たちと頑張れたらいいかなっていうのもあるし、私はもう3月の26日の誕生日39なんで、もうだいぶ高齢出産になるし、そうだからそんなにねゆっくりもしてらんないんですけど、そうでもね本当にこうタイミングも合わないし、そう時間もないからなかなか難しいと思いますね、この今のこの状況っていうのが。でいろいろは仕事の面でもいろいろ話をしながら、でもありがたいことに本当にお仕事をたくさんいただいて、で私もお仕事大好きだし、なんかそうなんですよね、なんか休んだりとかっていうのも本当に嫌だから、まあそこはまあ相談しながらいろいろやっていかなきゃなっていうのはあるんですけど、いろいろ計算してっていうのはあるんだけど、あんま計算しすぎないの方がいいのかなとかって思って、最近計算したところってできないからその時に、だからなんかそこはねっていうのは思ってます。だからまあね、今年中ぐらいにできたらいいなという、まあもっと焦んなきゃいけないんだけど、でももうそれはいろいろそうですね、もう神の溝しか知らないからね、それは。だからまあ引き続きそこはやりながらも、あと温活とかもやりたいなと思ってるんで、まだねよもぎ虫もできてなくて、よもぎ虫もやりたいなと思うし、あとちょっとダイエットもちょっとずつして、一番マックスの体重で今3キロ痩せたんですよ。そうなんですよね、だから今本当に家に帰ってきてトレーニングできる時間がないんで、なかなか難しいんですけど、基本的に今は食事を少し気をつけてる。だから全部食べないとかじゃなくて、なるだけ夜遅くには食べないようにするとか、まあそれだけでも全然変わりますね。私運動しないで3キロ痩せたって初めてかもしれないもん。それだけ晩食しながらお菓子食べたりとかラーメン食べたりとかしてたんで、その分が落ちてると思うんですけど、走ったりとか、まあ最近家にルームランナー買ったんで、そう、そこで歩いたりとか走ったりとか、で、あと体幹とか腹筋とかちょっとやって、そうですね、1ヶ月で5キロぐらい痩せたいなと思ってます。そうですね、運動すればもう痩せるっていうのはわかるんですけど、なんかちょっとそこと、あと時間のこのタイミングがあると思うんですけど、ちょっと少し気合い入れてやりたいなというふうに思っています。はい、そんなことで、そんな感じでさ、もう10分弱ぐらい経った。もったいないか、まだ。ちょっとこれで一応髪の毛乾かそう。で、もともと私前髪からいつも乾かすんですよ、この普通のくるくるドライヤーで。そうですね、前髪はこんな感じ。うん、なんか最近前髪が全然伸びない。串で後ろを溶かして、で、ね、金髪ブリーチしてると全然乾かないですよ。で、一応オイル使ってます。本並さんと兼用なんですけど、じゃんこうだっけ、ロリアルのエクストラオエクストラオーディナリーオイルエクストラリッチフィニッシュ、これは傷んだ髪の毛とかにやるっていう感じかな。で、最近はこう乾かす途中もそうなんだけど、まず乾かす前に少しつけて、これぐらい両手にいっぱいぐらいで、結構こう、まあまあ前髪もそうですけど、こう後ろの髪が結構傷んでて切れちゃってるんで、ちょっとこうやってつけてから乾かすようにしてます。はーい、それでこれね、このドライヤーじゃーん、これいいやつ、ヘアー、何これ、ヘアービアウザー。これでも結構前に買ったんですけどね。でもこれすごい、美容院でも使ってるやつで。で、これぐらい中途半端に乾いたぐらいで、もう一回このオイルを、これ
れぐらいですよ。危ない、飛び。落ちちゃう。よし、はい。で、これでもう一回。こんな感じ。はい。それで、これで結んじゃいます。髪の毛を。で、パーン、マスク、取りました。はい。でですね、結構、潤ってるね。はーい。これは、もっちもちです。私めっちゃ乾燥肌で、そう、カッサカサなんですよ、普段。やっぱパックって絶対やった方がいいね。そう、ハンナちゃんこのパックめっちゃいいっすね。なんかしっとりしてるんだけど、しっとりだけど、あとはサラサラみたいな。うん。そういうのあるじゃないですか。後味。なんだろうね。レモンスカッシュみたいな感じ。どちらかというと、こう、酸っぱーってなんだけど、あとは爽やかみたいな。そういう感じかな。レモンスカッシュかな。担々麺とかもそうか。食べて。普通の担々麺と白ごま担々麺だったら白ごま担々麺みたいなさ、普通の担々麺だったら結構さ、もってりしてて、あの後味もさ、もってりだけどさ、白ごま担々麺だと白ごまがなぜかさ、さっぱりさせてくれる、そして後味がすごいスッキリっていうみたいな感じのパックです。あ、スイスク系。うん、もう結構もう浸透し中に入ってきてますね。これはいい。まるっとカリッと。本当は寝るだけなんで、もう本当はこれでいいんですけど、正直このすっぴんではちょっと無理じゃん。あ、ごめんなさい、電池つけてなかった。つければよかったね。あ、つければよかった。ミスった。暗かったね、今。ごめんなさい。そう、だから でも、本並さんがいるので、私、本並さんに本当にすっぴんでいないんですよ、普段。だから、こうさ、今 YouTube ですっぴんを見てて、出しててさ、本並さんどう思うのかなとかって思って。それをわざわざ聞かないんですけど。でもちゃんとこう眉毛を描いたりとかっていうのもあるし、現役の時に抜き打ちでドーピング検査が来てたんで、だからもう眉毛を描かないとなんかね、嫌なんだよね。だから眉毛ない時ほんとないですもんね。で、最近なんかすごいいいアイライナーじゃなくて、これなんだっけ、アートメイクだ、があるんで、あれもちょっと自分で、なんていうの、問い合わせてやってみたいなと思います。なんかすごい毛みたいになるやつがあるの。なんか毛みたいじゃないやつはさ、少しさ、ちょっと抵抗があったんだけどさ、なんか出来上がりの、なんかインスタとかで出来上がりの画像を見たらすっごみたいなさ。あ、やば、今このこっち、ちょっとこっちの鏡と一緒に平行でいいですか。まあ、あればいいんだよね。なんかこう普段さ、デートしたりとか買い物行ってさ、本並さんと一緒にいるというか、本並さんも晩酌して酔っ払ってるから、一個言うのはもうあんまり顔わかんないと思う。あとあんま近いと老眼でもう目がやられてるから、だからとにかくこう眉毛があればいいかなっていうさ感じなので、あんまさ濃すぎても変だよね。なんか風呂上がってきて、お風呂上がってきて、はい、じゃん、こんな感じで出来上がりました。うん、よし、しっとり、ほんともちもち、やば。じゃあこんな感じで、また皆さん、まあ、こうあと美容の新しくね、お化粧品買ったりとかいただいたりとかもあるので、そういうのの紹介もしたいなと思うし、ドンキの紹介もしたいし、あと料理もそうだし、あと私が3月26日に誕生日なんで、誕生日ではね、大阪なんですよ。だからその前後でちょっとケーキでも作るとか、今いろいろ本並さんと考えてます。で、誕生日プレゼント何がいいって言われて、私中学校のフィギュアがいいって言ってるんだけど、絶対ダメっていう話になっちゃう。なんか誕生日にこれいいんじゃないかって思うのは何かありますか。うん、まあでもいらないんだけどね、なんかいろいろ普段から買ってもらってるから、いらないんですけど、うん、まあなんか欲しいな、フィギュア系が欲しいなと思ってます。はい、この動画を見てパックよりも担々麺が食べたいなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では、バイバーイ。担々麺食べたー。本当にしっとり。
担々麺。